毎週月曜日から金曜日に放送されている NHK 連続テレビ小説、らんまん。土曜日は1週間の振り返り。第101話から第105話までの第21週、のじぎくを振り返る。第101話では、月日が経ち、牧野家は千歳が7歳、百喜びが5歳、末っ子の大輝も2歳となり5人家族となっていた。しかし、万太郎、神木隆之介の図鑑は未だ版元が見つからず、生活は苦しい日々。末子、浜辺美波は意を決して、南宋里見八犬伝、全巻の質入れを決める。末子は訪れた質屋で、田辺博士遊泳中に歴史という衝撃的な新聞の見出しを目にする。第102話では、田辺の死を受け止めきれない万太郎のもとに、田辺の妻、里子、中田青渚が遺言を伝えにやってくる。田辺が蔵書を万太郎に譲ろうとしていたこと。そして植物学の未来を託したこと。万太郎をその思いを受け止め全国を回ることを決意する。第103話では財政難に悩む末子の叔母、三重、宮沢エマに会いに行く。三重は高藤、伊礼彼方ではなく万太郎を選び、お金に困っている末子に辛辣な言葉を浴びせるものの、それも末子を大切に思っているからこそ。三重は末子にお金を貸す代わりに、料亭で仲居として働くよう伝える。第104話では、末子は新橋の料亭、三里で働き始め、政財界の大物、岩崎三四女、皆川猿次と出会う。一方、万太郎は家に、南宋里見八犬伝がないこと、財政が苦しいことを知る。第105話では、岩崎による、菊比べが開催される。三重や菊池を、花勇気らが持ち寄った華やかな菊が並ぶ中、最後に末子が差し出したのは、白くて小さな、のじぎく。末子は花の魅力を堂々と語り出す。その言葉は岩崎の胸に響く。